ギズモードジャパンガジェットコーディネーター金本です。4月16日ついに発表されました新しい iPhone SE です。 iPhone SE はかなり前から噂がされていて、例えば iPhone 9だとか iPhone SE 2だとか、結局のところ前バージョンと同じ iPhone SE という名前で落ち着きました。で、この iPhone SE 見てみると今年一番売れるスマホなんじゃないかなって思う仕上がりになってます。では見ていきましょう。今回の iPhone SE の特徴をおさらいしていきますね。で、iPhone SE って言えば前は 4.0 インチの画面だったんですけれども、今回は 4.7 インチのディスプレイになりました。で、ボディ自体は iPhone 6 から続くデザインと同じものを使っていて、ケースも iPhone 7や8のものがそのまま使えちゃうぐらいなんですね。まあもうほぼほぼこれ iPhone 9って言った方がこのスマートフォンを表すには適してる名前かなって思います。一番その見るべきところはプロセッサーで、 iPhone 11 Pro と同じ A13 バイオニックチップを使ってます。多分ですけど、あの iPhone Pro 11よりちょっとクロック数が落ちたモデルを使ってるんじゃないかなとは思うんですけれども、 11 Pro と同じチップですね。ストレージ 64GB のモデルで44,800円から、同じチップ積んでる iPhone 11 Pro だと10万円強か、それとほぼ同じチップを積んだスマートフォンが44,800円で買えちゃうっていうのはかなりビッグニュース、驚きのニュースだと思ってます。iPhone SE の細かいところを紹介していくときに、この iPhone SE が持ってないもの、スタンダードの iPhone と比べて持っていないものを見ていくと、このキャラクターが分かりやすいので、ちょっと細かいところを紹介していきますね。1つ目、背面カメラです。背面カメラが iPhone SE は1個しかないです。 iPhone 11 Pro になると3つのカメラがあるんですけれども、そういったあのたくさんのカメラってのは iPhone SE 積んでないです。でもまあ個人的にはカメラ別に2個も3個もなくて十分だなと思ってて、例えばピクセルシリーズのピクセル3も、カメラ1個で全然あのいい絵撮れるんで、僕これ特に問題ないと思ってます。 Face ID じゃなくってタッチ ID、顔認証じゃなくって指紋認証で、まあこれも良し悪しあると思うんですけれども、今のこのご時世だったらマスクに関係なくアンロックできるタッチ ID の需要って結構高いなと思ってて、ただまああの画面の下にあるよりかはやっぱり背面とか側面とかにあった方が個人的には使いやすいかなって思ってます。それから3つ目、イヤホンジャックないです。まあでもこれは iPhone 7の時からもずっとないんで今更っていう感じですね。もうワイヤードイヤホンジャック僕自身としてはいらないなって思ってます。これ結構大きいんですけど、ディスプレイですね。まず有機 EL じゃない、 iPhone 11 Pro が持ってる有機 EL じゃないんで、画面の鮮やかさっていう点ではやっぱりフラッグシップ iPhone には劣ります。あと全面ディスプレイじゃない、ノッチ上と下にそれクロービア入ってるっていうのもありますね。まあこれも今のフルディスプレイに慣れちゃうと、あれちょっとボディの割に画面狭くねって思うところはあると思います。5個目、 3D タッチがなくなりました。 3D タッチっていうのはディスプレイを強く押し込むことでサブメニューを出すっていう機能なんですけれども、強く押し込むんじゃなくて今度から長押しになりました。ただまあでも正直 3D タッチみんな使ってました。ほんと細かいところですけど、防水性能も11 Pro などに比べると少し劣ります。少し劣りますけれども、別にスマートフォンを海の中にドーンとつけたりとかしないんじゃなければ、別に水場の近くでだとか使う分にはもう特に今の iPhone SE の防水性能で全く問題ないんです。ウルトラワイドバンドのアンテナがないです。機能対応してません。例えば将来、Apple の忘れ物タグであるところの、なんか Apple タグが出た時とかに、これが使えないっていう可能性は全然あります。それから AirDrop の機能もこのウルトラワイドバンドを使って機能拡張されるという話なので、そういった最新機能にちょっと対応してないっていうのはあります。 5G に対応してないんです。まあ、今年出るスマートフォンのいいモデルはもう大体 5G に対応してるんで、今 5G 対応してないモデルであるっていうのは買う時にはちょっと注意しなきゃいけない点かなと思ってます。まあ、この辺は未来重視でいくかコスパ重視でいくかの選択肢かなと思ってます。僕自身は iPhone 使ったのは SE が最後、まあ、先代の SE が最後で、もうそこからずっと Android 使ってます。もうやっぱりあの僕は Android の方が性に合ってるなっていうのがあるんですけれども、コストの書き方とかに関してもやっぱり iPhone にちょっと納得いかないところもあって、 OPPO の Reno A とかはかなり良くてですね、
4万円切る価格なのに、RAM 6ギガ積んでて、カメラは2個あるし、フルディスプレイで、綺麗な画面だし、お財布携帯ついてるし、防水ついてるし、でやっぱりねこれ大きいと思うんですけど、USB-C コネクタなんですね。 USB-C これついてないの iPhone だけだよ。もう正直コストで言うと Android の方がやっぱりまだまだいい選択肢あるなと思います。ただしプロセッサー CPU だけ、SOC だけは SE の方がダントツにいいです。 Apple はコストの書き方がバランスがうまいなと思ってて、今まで、散々もう使い倒してきた iPhone 8のボディに、チップだけ最新のものを乗せ替えて、まあ他はまあほぼほぼその iPhone 8のままっていうお金のかけ方、コストのかけ方は本当うまいなって思います。もうこれ思想の違いかなと思ってて、もう iPhone は SOC にとにかく力を入れると、もう他全部全世代のモデルでもいいから SOC が一番ユーザー体験に、重要だと思ってると。他のメーカーは、SOC を、そこまで、盛らなくてもそれ以外のところにたっぷりコストをかけているっていうの戦略の違いかなっていうふうに思ってます。まあでもどうだろうな、その個人的に気になるのが、iPhone SE の RAM の量。もう僕なんか毎回 RAM の量話してる気するんですけれども、 RAM が3ギガか4ギガかで iPhone SE の評価って僕の中で真っ二つに分かれてて、RAM 3ギガだとおそらく今後2年以上使うのはちょっとと頼りないかなって思ってます。 iOS はもともと RAM 少なくて済む OS チャーはそうなんですけれども、 SE を除けば一番下のモデルの iPhone 11でも RAM 4ギガ積んでるんで、そういくら安いとはいえ RAM が3ギガだったりするとちょっと厳しいんじゃないかな。でも4ギガだったらすごいいいモデルだと思ってます。もし買うんだったらストレージは 128GB モデルをおすすめします。 64GB モデルと 128GB モデルでたった5000円の価格差なんですよ。もうこの差でストレージが倍になるんだったら 64GB モデルはちょっと存在意義が見当たらないみたいな感じすらしました。 Gizmodo Japan ガジェットコーディネーター金本から見た iPhone SE でした。